まああんたの言う通り壁が壊れればわざわざ俺に頼ることもなくなる。ママにも会えるし、あのサフって女にもまた会えるしな。そうだね。で、また誘われたらどうするんだ？今度はちゃんとセックスするんだろ？どうかな。もう見放されてるかもしれない。ああいうタイプは一途に思い詰めるタイプだよ。ったく、女見る目ねえな。女の子のことはよくわからないけど、これでも人を見る目はあるつもりだよ。偉そうなこと言っちゃって。君に出会わなかったら僕は自分がどんな人間なのか気づかなかっただろうな。きっと無関心で鈍感でただ従順なだけの大人になってた。でも君と一緒に過ごして泣いたり笑ったり怒ったり、自分にもいろんな感情があるんだって分かった。分かったことが誇らしい。君に出会えてよかった。感謝のキスじゃないよな。お休みのキスだ。お休みのね。あ、そうだ、明日早いんだ。犬たちの毛を買ってやらないと。お休みのキスか。嘘つきだな、あんたも。